今年2019年の新成人は総務省の発表によれば125万人という。もっともこの統計は2019年1月1日現在20歳の人口で、今月14日の成人の日に実際に成人式を迎えるのは1998年4月2日から1999年4月1日の間に生まれた人たちということになる。 Google 検索で1998年生まれと入力すると、検索予測キーワードとして奇跡の世代と出てくる。確かにこの年生まれの著名人の名を挙げていくと、そう言いたくなるのもわかる。広瀬すず、蒼井若菜、橋本玉希菜。まず名前が挙がるのは女優の広瀬すずだろう。すでに演技力に定評のある彼女は、今年4月からスタートする NHK の100作目の連続テレビ小説「夏空」ではヒロインを務め、ますます目にする機会が増えそうだ。昨年大晦日の NHK 紅白歌合戦で赤組司会の大役を終えた後、元日のブログでは、夢をたくさんもらってエネルギーとかなんか出演者の皆様から届いてくるものがいっぱいすぎて感動しすぎました。私がそこに少しでも近づく何かはやっぱり今できることとして朝ドラを頑張ることだなと思いましたと、夏空に全力投球することを宣言している。朝ドラのヒロイン経験者では、昨春まで放送されたワロ天下で主演した蒼井若菜もやはり新成人だ。来月には初の舞台ロミオ&ジュリエットへの出演も控える。6年前地元福岡のアイドルグループレブフロム BVL 在籍中に撮られた写真がネット上で奇跡の一枚と評判を取り、千年に一度の美少女と呼ばれた女優の橋本玉希菜も1999年の早生まれの新成人だ。奇跡の世代のネーミングは彼女に由来するものなのかもしれない。斉藤飛鳥、長浜ねる、アイドルも充実。アイドルグループに目を向ければ乃木坂46では斉藤飛鳥、和田まあや、伊藤純奈、佐々木琴子、鈴木彩音、寺田蘭ぜ、梅澤美波に加え、昨年4期生として加入したばかりの田村慎介が1月11日、グループ名にちなみ、乃木神社で成人式に臨んだ和田は欠席。このうち斉藤は、作歌、シングル表題曲で、自身2度目のセンターを務め、次世代エースと目される。同じく坂道シリーズの欅坂46では、小田菜奈、小池美奈美、渡辺梨沙、長浜ねる、ひらがな欅では、高瀬愛奈、高本彩香、東村芽衣、宮田愛萌が新成人。ひらがな欅は、もともと欅坂46に、家族の反対から、紆余曲折を経て加入した、長浜ねるのために作られた。長浜自身は、しばらく両グループを兼任してきたが、一昨年より欅坂の専任となっている。AKB48 グループでは、AKB48 の小宮山遥香、谷口芽生、大森美優、SKE48 の北川彩智恵、NMB48 の城江莉子、HKT48 の朝、長尾桜など、各グループの中堅どころのメンバーが揃う。NGT48 でも、荻野由香、加藤湊、中核メンバーが新成人である。なお、乃木坂46が、乃木神社なら、48グループは、秋葉原の AKB48 劇場にほど近い、神田明神での成人式が恒例となっている。アイドルグループのメンバーではこの他、モーニング娘。19の小田桜、アンジュルムの勝田里奈、室田美紀、ジュースイコールジュースの宮本圭林、上村あかり、椿ファクトリーの山岸美智子、尾形梨沙といったハロー。プロジェクト勢、共
東京女子流の荒井瞳などが新成人にあたる。幼い時から活躍していた1998年世代、幼くして活動を始めた芸能人が目立つのも今年の新成人の特色と言えそうだ。桜麻也は10歳の時、史上最年少の演歌歌手の触れ込みでデビュー、すでに10年のキャリアを持つ。女優や声優として活躍する福原遥もやはり10歳で、 NHK 教育の子供向け料理番組のメインキャラクターマインちゃん役で注目された。ダンスグループイーガールズのメンバーで女優の石井杏奈は小学5年の時ダンス大会でスカウトされ、同時期には小学生向けファッション誌ニコプチのモデルとしても登場した。出演ドラマスキャンダル弁護士クイーンが先頃始まったほか、 au の CM で開演中の俳優中川博史も小学生の時からドラマに子役として出演していた。こちらは中学デビュー組だが、昨年 CD デビューしたキング&プリンスのメンバーである永瀬廉は中学入学と同時に関西ジャニーズジュニアとして活動を開始した。平優奈と岡本夏美は中学2年の時から翌年度にかけて朝の子供番組オハスタスーパーライブにレギュラー出演している。メイウェザーと戦った那須川天心、芸能界音楽界ではこの他モデルタレントとして活躍するみちょぱこと池田美優、人気上昇中のグラビアアイドルで現在各種を飾っている小倉優香、昨年2年連続の紅白歌合戦出場を果たしたボーカルグループリトルグリーモンスターのセリナとカレンも今年成人式を迎える。スポーツ界の新成人では、昨年のピョンチャン五輪のスノーボードハーフパイプで五輪に大会連続の銀メダルを獲得した平野歩夢、昨年大晦日の美人14での元プロボクサーメイウェザーとの試合がまだ記憶に生々しいキックボクサー、総合格闘家の那須川天心といった名が挙げられる。那須川が完敗を喫したメイウェザー戦をめぐっては両者の体格差などが指摘され、物議も醸した。当人は、試合の翌日、1月1日付のインスタグラムへの投稿で、チャンスを生かすための努力がまだ自分には足りなかったことに気づきましたし、この敗戦を機に、自分自身を改善して、今年は突き進んでいこうと思いますと、反省とともに抱負を述べている。サッカー日本代表、堂安私立も新成人。今年の新成人が生まれた1998年といえば、サッカー日本代表が初めて FIFA ワールドカップの本大会フランス大会に出場した年である。現在サッカー界ではその年に生まれた選手が U-21 の中核となり、来年の東京五輪でも活躍が期待されている。その筆頭が現在アジアカップを戦う日本代表のエースとして期待される堂安。ただし、オランダフロー人間だろう。さらに同じくフル代表入りした冨安健洋、ベルギーシントトロイデンも1998年生まれ、また昨年のジャカルタでのアジア大会に臨んだ U-21 代表では、原明希、アルビレックス新潟、杉岡大輝、湘南ベルマーレ、岩崎友人、京都サンガ FC。昨年12月に、コンサドーレ札幌に移籍、渡辺康太、東京ヴェルディ、上田清、法政大らが活躍している。プロ野球選手では、ベイマリナーズに移籍した、菊池武志星に代わる埼玉西武のエースとして、期待される、今井達也、同じく2016年のドラフト1位である、藤平昇進、東北楽天、寺島茂輝、東京ヤクルト、堀瑞希、北海道日本ハムらが新成人にあたる。
余談ながらここに挙げたうち二人の名前にアキラの字がつくが、生まれた当時に流行っていたのだろう。1998年生まれの男の子の名前ランキング明治安田生命調べの1位も大輝で、やはりアキラが入る。ついでに言えば同年の女の子の1位は萌えだった。女流棋士を卒業する竹の又功、勝負の世界ではまた囲碁の4段の藤沢里菜、将棋の女流初段の竹の又功も新成人だ。昨年12月3度目となる女流本因坊に返り咲いた藤沢は、女流の年間最多勝記録43勝も更新した。彼女がプロ棋士となった11歳6ヶ月は史上最年少記録だったが、今年4月1日には中村すみれさんが10歳0ヶ月でプロ入りすることが決まっている。この発表を受けて藤沢は、私たち棋士にとって刺激になりますと語った。産経ニュース2019年1月5日。一方、タレントとしても活動する竹の又は、昨年12月、日本将棋連盟に大会届を提出し、今年度末で女流棋士を卒業することを決めた。12月10日付のブログでは、好きなことを職業にする生き方ももちろん良いと思いますが、大学に入って世の中にある様々な価値観に触れたことで、そうではない生き方をしてみたいと思うようになり、将来は別の職業に就きたいと考えるようになりました。学生である今は、学業を中心にいろいろなお仕事を経験させていただくことで、新しい職を見つけられたらと思っておりますと、新たな道に進むことを明かしている。ここまで挙げたのは、若くして注目を集めた人たちである。この他にも、今は日の目を見なくても、将来に向けて日々努力を重ねている人がきっと各方面にいることだろう。そんな人々も含めて、今年の新成人に改めて祝福と激励の言葉を送りたい。